日本社会事業大学は、東京都清瀬市竹岡三丁目一番30号に、本部を置く日本の私立大学である。1958年に設置された、大学の略称は社体、社時代。敗戦時、日本は、戦災孤児、原爆の後遺症、戦死した日本兵の残された、母子家庭、中国、朝鮮半島からの引き上げ者、後の中国残留孤児を含む、等。 日本の福祉が整備されてはいなかった。1946年に設立された日本社会事業学校を前進とし、1958年に設立された。運営者は学校法人日本社会事業大学。福祉指導者を養成することを目的としており、卒業生の進路は行政機関、社会福祉施設、医療機関、福祉団体などである。名称の 社会事業は、英語のソーシャルワークの日本語を分け。在学生には、社体の愛称で呼ばれ、学内の盛況では、社体クッキーも販売されているが、外部でしばしば用いられる略称は、社時代である。厚生省が設立した、学校法人のため、土地、建物は国有であり、財源の多くは国費であり、同省の天下り先となっている主導により、全都道府県が、 合同出資する形で設立された自治医科大学がある。学費も国立大学法人大学の標準学並みの設定となっている。所在地ははじめ東京、原宿の旧海軍商工会館跡地であったが、1989年東京都清瀬市に移転した。原宿の旧所在地は現在警視庁原宿警察署となっている。 旧厚生省により設立された経緯から、研究や教育には、日本の福祉政策が、いち早く反映されるとも言われ、福祉専門大学の最高峰として、福祉の東大と呼ばれている。AB、次第困窮、争い相次ぐ教員ら、減学不当を訴えから、朝日、2012年11月21日付日本、私立大学協会。ありがとうございます。